こんな感じか。よし。あ、人員だけの報告のためにマザーベースに戻る意味。でも次多分ヘリっすよ。え、ヘリ？なんか戦車系出てなければ、出てなければだけど、そう、あのヘリになる。あー、ヘリか。ヘリで、そう、ついに窓ぶち割れ大作戦が決行されるんだが、84%、あとちょいなんだよな。はあ、あとちょいっていうけど、レルガンクソ遅いんだよな、開発。84か。俺55だわ。ランク5がでしょ、多分。4です。あ、マジで？悲しみの4。じゃあ、窓ぶち破れる？いや、多分一発じゃ無理だと思う。だから、その後、機関銃とかっつうか、そう、好きな銃でパリパリ撃って、あ、はいはいはい、で、最後、仕留めに入るみたいな、そういうの。じゃあ、装備はどうする？ないよ、本当に。ないですね。ない。ないですね。ヘリやんないと出てこないわ。よし、じゃあヘリやろう。ついに、ついにこの実況初のヘリ戦です。ヘリ戦、そうだったっけ？初だったっけか。うん、多分何もやってないと思うよ。いっぱいやってあるね。え？嘘。通常のヘリとか結構やってるね。あれ？おかしい。あ、そうだ、やった覚えがある。もうごめんね、1年以上前だったから。ごめんよ、ごめんよ、ごめんよ。とりあえず、ハインド A、カスタム。あ、でもあの時カスタム、あれか、機関銃でぶち破ってたのか。カスタム、そう、そうなる。カスタムって俺ら割れんのか。なんか簡単なやつからやった方がいい気がするな。ない。カスタム、カスタム以外全部やってるんじゃない？すさまじくカスタムだらけだ。大丈夫なのかこれ。どうだろう。銃の性能にかかってる。レールガンは、まあ一発だけという計算でいくしかない。じゃあ俺が貯めるという方向かな。指いかれそうだけど。俺そ指いかれそうだったらそっちがやってみすよ。俺も一応連打はできなくもない。 R 連打大変だけど。じゃあこっちが打つんで、あ、でも画面的にね、画面的に私は画面的にね、ちょっと私の人差し指を酷使させていただきますよ。頑張ります。外したらちぎらない。外したら外したでこう滑稽な動画にしていただければいいになるので。滑稽な。これは、あ、でもヘリ戦ってあれだっけ、フィッシュは倒さない前提なんだけど、グスタフか、グスタフフルトンか、マーク22か、モシンナガンかは人による。まあ、できればなんか眠らせておいて放置した方が、ああ、それもあるといえばある。いいんだっけか。あとはあれ、最初にホールドアップ最初からしといて、離れた場所に放置しておけば、攻撃が当たって起きない限りは戦闘をしてこなくなるらしいです。じゃあ装備変えておくか。ああ、いや、なんでもない。じゃあガス地雷はいらないの？ガス地雷は、うん、まあなくても了解です。ダイナモがどっかにあった。はあ、鉄砲弾の方が早く割れるというお声をいただいたんだっけ。あ、 PKM ランク5はこれだな。鉄砲弾ショートバレルの鉄砲弾 PKM ランク5。さあ麻酔系何にするかなんだよな。 MG3 か。弾持ちがいいのは多分 PKM22。 あ、うん、普通の方はね。 PKM おすすめですよこれ。でも鉄砲弾じゃないから。あれ、そうだっけ、そういえばそうだったっけ。え、いや、鉄砲弾入ってるっぽい。そう、ソ連製汎用機関銃になってるから。どうやって飛ばすんだっけこれ。多分機関銃である。おしまい。だからじゃあシュートは MG3 の方は大口径汎用機関銃鉄砲弾しよう。あれそうなんだ。あとはそうだな、なんか弾丸に R って出てるから、これ鉄砲弾じゃなかったっけと思って違ったか。あ、 AP か。 AP なんか AP だ。あ、そうそうかそうか。アーマーピアシングだもんね。そうだね、 AP だ。アーマーピアシングは知らないけど、英語よくわからない。英語よくわからない。私しゃべれない。英語しゃべれます。白目しゃべれる気がする。適当なこと言っとく。あ、どうするかな。敵兵士の数どのくらいの時少なかったっけ。そんなに、あ、いや結構いっぱい。ハインドだから、ハインドの方は多いんだっけ少ないんだっけ。少なかったんじゃないか。でも A だから多分いっぱいいる。一応フルバズ持っていくか。フルバズ、そっちがフルバズ持ってくんだったらこっちは麻酔銃持ってこうかな。難しいんだよヘリに当てるの。あんま好きじゃないんだよね。んー、まあこんな感じかな。じゃあ自分は上からレールガンダイナモ、 MG3 カルグスタフ、フルトン回収。 MG3、 ああはいはい、とあと支援補給マーカー、うんうん、っていう感じで。オッケーオッケー、うん、多分大丈夫でしょう。そっちは空中嫌い使うのか。使うとは言ってない。さて、さあ怖いな、いけるかな。ねえ、怖いね。確
かも農場でしょ。農場です。隠れる場所があそこしかない。ほとんどあそこしかない。最初にホールドアップって言うけど、最初レールガン撃っちゃうからバレるな。敵兵士との戦闘は避けられないものということにしよう。キュイしなくてもいけると信じよう。キュイバーン、バーン使った。あれ？窓割れね。あの窓もなかなか頑丈だよね。なかなか頑丈っすよ。もう想定してる。レールガン撃ってくるんじゃねえか。想定してるから。あのガラスは。がっちり強化されますね。ああ、そうか。でもあれか、列車のなんだっけ、あのとこ。列車のとこ。なんだっけ。エルカダルソだっけ。山なくなってる。やっぱ演出用の山だった。演出用の山だったね。そして、登場シーン、瞬間にカットされる。ハインドさんの見せ場はあの一瞬。ほら、時間が押してるから、適当。なんか来た。まあいいや。さあ、ヘリ戦か。久しぶりだな。ねえ。覚えてないよ。まずは後ろ側に逃げた方が良いはず。敵部隊を無力化する。ここに隠れて、チャージして、出てく。頑張って。うわーとか言って俺バレたしね、平然と。おお、勝てなりくし。どうすか。順調順調です。どう、今どのくらいまで止まった。あとちょいです。あー、逃げられる。ちょっとついてきてくれる。はいよ。周囲を警戒して、お前も警戒してこっち来て。あ、剥げるやつだ。あー、屋根上隠れようかまた。あ、いや、あんまりこれ放置するとめんどくさくなる。そこそこゆっくりね、連打ちょっと落とすぐらいのペースが大体出てきた。やっぱりごめんよ。ごめんよ。ちょっと金曜ロードショーのおじさん頑張るから。当たるかなこの覚悟。苦しいな。あ、敵がいる。敵がいる。敵がいる。当たったか。当たりはしたんだけど、まだ割れてない。まだ割れてない。しかもダメージ全然削れてねえよ。レベル3ってその程度か。敵どうする。敵は任せます。処理は切り替え出てくるを信じて。何が爆撃するか俺のせい。あぶチャンスがあったら何回かレールガン狙わないと窓割れなさそうだな。あ、あ、そうか、ここでやった。よし、フルトンかね、修正さん。どうする。この場合ってさ、もう窓硬いやつ。どうですか。窓の、なんだろう、敵バレした後の窓って割れるの。割れる割れる。割れる。じゃあもう一回どっかで合流するか。今は多分一人しかいないんだ。あ、なるほど。いいこと聞いた。あ、弾がない。兵士一人だけ放置かな、これ。そう、兵士一人は放置。死にさせるか、坂口。眠らせるけど。ギエー。増援部隊。増援部隊サービスする。あ、いつか投げてみますか。さて、ハウスいいっすかね、この。ハウス行く？ S5 って書いてある。S5 ハウスだろ。S5。ちょっと待ってて。これか。あ、俺かよ。攻撃はめっちゃいいし。あ、しかもレーションが全然ない。攻撃はめっちゃいいし。あれ？レーションが取れない。大丈夫か。よしよし、ちょっと待って。やばいな。こいつは半端じゃないぞ。半端じゃないぞ。逃げます。あいつら爆撃されねえのかな。なんか封されてる。ここあげてかなきゃ。なんだ。あ、もう取らない。白目なんだよ。撃たれてんじゃねえか一人。この味方のことを考えないと。あ、これこれやばいんだよ。え、しかもなんか、出てきたよ、なんか。あ、うん、それもある。そういうことですか。なんか、決まったっぽいんだよね、こういう中から出てきた。外から出てきた。逃げまーす。なかなか合流できない、悲しみが。ハウス待ってます、一応。じゃあ今から行きますか。え、すごくハウス。うおー、せやー。今度。せやー。ジョイヤー。ジョイヤー。ジョイ。だ、ジョイ。オッケー。これ多分屋根割れないよ。屋根は絶対割れない。
あそこだけ壊れるのは。金曜ロードショー OK よ。金曜ロードショーお願いします。この、あの、出られるように平行線上にいてくれると助かる。なんつうんだろう、平行線上。そう、ここの平行線上で、そうすれば中にいながらチャージできる。あ、なるほどね。と言っても、こっちになる、多分爆撃してから来るんだろう。いや、そうだよ。あ、ってことは、じゃあ逆に爆撃してこのままするでしょ。そのままいればいい。よいしょ。それで、多分反対側向くから。よし、来い。よし、いい感じだ。ドカーンという音がした。通常攻撃でもどんどん1ゲージを削る。あ、もう1球いける？いけるか？全然来ないから、なんかいいやって思ってる。あー、金曜ロードショーパワー。金曜ロードショー、チャラララララ。本日の金曜ロードショーは死にません。あなたの家に入れるが。おつましいな。上映した全ての映画館を破壊の下、あの話題の名作。うわあ、反対側じゃね。やべ、これだけ行ったらダメです。で、またスルーしたので撃しよう。ゾワー、どうだ、外れる。当たってないのか。送電してるよ。数がなんか送電できるよ。いけあ、おー、大丈夫だったか。くそ、見えなかった。やられた。回り込まれた。またか。またあそこからドカンしてくるんで。よし、来た。爆撃が来るぜ。リロード。後ろ穴開いてる。穴開いてますね。怖いよ。うわ、怖っ。よしよし。今の戻って、立つ位置。大丈夫だよ。よし。指がつりそう。おら、なんで割れない。なんだ。割れないぞ。窓がどうなってんだよ。あ、指が終わる前に。割れないっすね。怖え、割れねえ。割れない。レベル低いとこんな違うのか。あんま外れてるとは思い。ああ。あかんな、あかんな。ゲームした方がいいか。いけ。指もお疲れでしょうし、敵を撃撃しましょう。もう疲れです。あ、しかも撃つとか間違えたし。あ、しかも反復。あとは適当に敵眠らせたりしながら、あいつの窓を撃つ。我らにはレールガン以外にもある。あ、やばい、死ぬかもしれない。敵兵士は死ぬ。いや、俺、ここは外れはあかんわ。よしよし、いい感じに資材が伏せるから、ちょっと。ああ、狙われてる。よし、割れたぞ。割れた。ちょっと待って、今ね、あれですわ。いや、まさにバズーカの弾が。ああ、クソイム。今の、ずらさなきゃ当たってたのに。あ、ほんとだ、割れてる。あとはフルトンバズーカはあそこの窓に向かって打ち込めば必ずっていう方がフルトンバズーカはヒットするから楽でいいよ。いや、よかったよかった。あー、指が痛い。お疲れ様です。これ早いとこランク用になること。上げた方がいいね。よーし。あー、指が指お疲れ様です。ちょっともうあれだ、俺はあれだ、あの金曜ロードショーのあのおっさんになるね。俺が金曜ロードショーのおっさんになろうか。ランクさえ上がってくれれば。ランク、そう、ランクさえ上がってくれれば。ダイナモのランク上がらないから。ほんと。ランク3のままだからな。しかもあるんだよな、そう、ランク3レベル1やからね。うん、まあ、レベルが上がったとこで大して上がらないんだけど、ランク、そう、ランクさえ上がってくれるやつ。あー。窓割り素敵。指疲れたって顔してる、後ろ。まあ、彼は多分、指じゃなくて腕なんだよ。よかった、S ランク。よしよしよし。どうなるかと思ったけど、コープインスペシャリスト。レールガンの時必ずコープインすることになるからね、ほとんど打ちいいほど。今何発打ち込んだ？わかんない。かなりいっぱい打ち込んだ、適当。でもそっち多分、ランク4できるよね、そうそう。パーセンテージ的に。どうでしょう。戦闘時間によるわけだからな、わかんない。こんなもんか。ファイヤー！
さあ人員配置していこう。ちょっとオッケー。あ、開発課報告がない。やっぱレールガン遅い。